マニラウォーターカンパニーは、マニラ首都圏東部の600万を超す住民に、上下水道事業を展開する企業。マニラウォーターとして、より著名であり、当該地域では唯一の会社である。アヤラコーポレーションの子会社であり、日英投資企業と協力している。1997年1月6日に設立され、2000年1月1日に創業を開始し、 2005年3月18日に上場企業となった。1997年8月1日のマニラ首都圏、水道民営化によって、マニラ首都圏上下水道供給公社から、東部の水道権利を引き受けている企業である。MWSS と25年の運営権で合意を得ており、2022年まで契約が続けられる。2009年、 25年の運営合意はさらに15年間延長されている。企業スローガンは、ケアインエブリ v ドロップ2007年12月12日、ブラカン州と MWSS は110億の用水供給計画の開発の合意に調印した。この計画は、マニラウォーターが実施することが発表された。MWSS とマニラウォーターは、水供給計画を務めるノルザガライト、 ドーニア・レメディオス・トリニダードの町に1000億の開発支援、1000億のロイヤリティ量のインフラ助成金の融資パッケージを供給する。2009年にはマニラ南部で成長の著しいラグナ州で水供給を行っている会社の所有権を取得した。トリプルエ a ウォーターの完全子会社化によってマニラウォーターはラグナ州政府と AWC の合弁会社である。 ラグナトリップル A ウォーターの70%の株式を取得した。この合弁会社はサンタローサ、ビニアン、カブヤオで供給しており、この地域ではネスレ、フォード、コカ・コーラなどの国際企業や工業団地が位置している。その後、マニラウォーターとフィリピン観光公社は合弁会社のボラカイトー水道会社を設立した。当初資本金は3億で25年間の 運営権を得ており、この会社はフィリピンの最も人気の観光地であるボラカイトで上下水道系の開発、運営、管理を行う。同社はアジア太平洋地域のよそでも業務を拡大しており、ベトナム、インド、オーストラリアなどで管理契約や投資を行っている。二0十二年二月、マニラウォーターはビスケルデベロップメントコープと ステイトランドインクとの共同事業体がセブの用水供給計画を勝ち取ったことを明らかにした。セブ州政府と共同事業体は集中北部の水需要を満たすために共同で計画を進めるとしている。マニラウォーターのサービス範囲は青で示されている。マニラウォーターは下記地域の600万人の顧客を対象に事業を行っている権利地域を引き継いだ直後、 マニラウォーターは都市部の貧困層に手頃な料金で飲料水を提供する計画開発を行った。これはトゥービックパラサバラン街と呼ばれ160万人の住民に水の利益を与えている。さらに公立学校、公設市場、刑務所、病院、孤児院などに水供給と排水衛生の補管計画を開発している。また、 水供給連鎖の利害関係者にラックバイオンやウォータートレイルと呼ばれる教育プログラムを行っている。2004年、マニラウォーターは社内委員会として持続可能開発集団を設置し、社の持続可能開発アジェンダを監視している。2005年、グリー指針に沿った持続可能性報告書を発表したフィリピン最初の企業となった。アヤラコーポレーションの他の子会社もすぐに、 これに続いて、経済、環境、労働観光などでの持続可能性指針の測定、報告、パフォーマンス向上など公的な確約を作り始めた。なお、西部は、マイニラッドウォーターサービスが権利を所有している、ハットボラカイアイランドウォーター CO、インク。ありがとうございます。